YouTube の皆さん、岡田博です。今日ですね、東上線8000系の撮り鉄旅のついでに、今越後瀬駅に今俺いるんですけど、この越後瀬駅の駅舎なんですけど、結構なんか小さな田舎町に、小さな田舎町らしい、こういうなんかレトロありそうな、こう国鉄ありの駅舎になっているんですけども、こういうこのような、このような駅舎なんですけど、大都会じゃなかなか味わえない駅舎かなと思うんですけども、この越後瀬駅、まあ、小さな乗り換えの駅ではあるんですけども、まあ、小さな田舎町の駅って感じですね。で、そしてこの越後瀬駅なんですけども、あ、駅名よ、あ、これまた味わい深いですね。なんかいかにも国鉄感のありそうな駅名表になっていますね。いや、味わい深い駅舎ですね。で、こちらが越後瀬駅の駅舎なんですけども、で、越後瀬駅の駅前はこんな感じですね。あー、唯一のアーケードがありますね。四季の花と香りの街越後瀬ってありますけど、確か越後瀬って梅の花が有名って言ってたんだよな。いや、いかにもなんか小さな田舎町って感じですよね。で、駅前なんか土産屋があって、なんか商店がなんか 2店ぐらいありますね。で、駅前なんですけども、ちゃんとトイレもあるんですね。で、あと越後瀬駅なんですけども、実はお伝えしたいことがあるんですけど、この通り越後瀬駅なんですけども、こちら券売機が、自動券売機あったんですけど、もう券売機も終了して閉鎖されてまして、その券売機がこう JR の券売機はもう八高線ホームに移動したとのことで、で、この通り待合室も、もう閉鎖されてる、もう窓口ですね、窓口がもう閉鎖されちゃってるんですね。窓口がもう閉鎖されていて、これが駅の中の入り口がこちらなんですけど、あ、そうですよね、もう窓口も閉鎖されてるんですよね。で、時刻表はこんな感じかな。あ、越後瀬線の方が圧倒的に本数多いんだね。あ、八高線負けてる。いや、駅舎内結構天井高いんですね。はい、皆さん、この越後瀬駅なんですけど、これ皆さん、お分かりになったでしょうか。実はですね、ここ東武東上線と JR 越後瀬線のこの2路線が通っているここ越後瀬駅、今年3月から無人化されました。もう無人化されたとのことで、なんかネットで話題になっていたとのことで、今日現地レポートに来たんですね。そうなんですね、今年3月から、あ、間違ったらごめんなさいですけど、あの越後瀬線、今年3月から越後瀬駅は今年3月から無人化されました。あ、キアが出てくる。おお、すげえすげえ、おお、おお、これはすげえ、ダブルコラボだ、すげえ、おお、やった。今ちょうどキハ110が今出てったんですね。いやー、越後瀬線の8000系とダブルコラボすることができて嬉しいね。で、ちなみにこちらは JR 八高線、こちら越後瀬駅八高線の
ホームになるんですけども、この隣のホーム、こちらは東武越生線のホームになっていますね。で、実は東武越生線の終点となる越生駅、これ改札が別になっちゃったんですね。ここ最近までは改札通らないで乗れたんですけど、新たな改札ができたんで、もう別々になっちゃったんですね。で、そしてこちらはこれから発車する、で、そしてこちらはこれから発車する越生線坂戸行き8000系なんですね。いや、ギア110とダブルコラボできたのがすげえな。で、あとこちら越生駅8号線ホームは、これ一面一線なんですけど、これここ最近までは一面二線だったんですね。ここに線路がもう撤去された跡があるんですけど、実は越生線の、あ、失礼しました、8号線のホーム一面一線になったんですね。これ一面一線になったということは、これも多分ね、合理化の影響かなと思うんですよね。あー、この乗り換え案内板なんか味わい深いですね。あー、越生線方面って書いてありますよ。あー、駅名表、これもなんか年季が入ってて薄れてますね。で、しかも8号線のホームから3番線から発車する越生線の動画を撮ることができるんで、これ嬉しいですよね。で、そしてこちら使われてないホームになっちゃうんですけども、まあ、もともと一面二線だったっていう、その面影を今に伝えてるって感じですよね。ああ、これが東武越生線の線路終端ですね。ああ、これいいですね。この行き止まりの線路こそ終着駅らしいですよね。いや、いいですね、この線路終端。ああ、いいですね。あ、越生線はこちらですね。あ、坂戸行きが出発ですね。まあ、八甲線のここ越生駅、ここ越生駅無人化なったのもなんか合理化って感じですよね。まあ、もともとここ八甲線が一面二線で、八甲線一面二線だったのが一面一線になっちゃったんですよね。なんか本当に変わったような感じですよ。あ、今越生線が今発車するんで、あ、これ駅名表と一緒に電車入れるのいいかもしんない。八甲線しばらく来ないからちょっと撮ろう。なんかいいサムネイルになるか、これ。あー、いいね。あー、これなんか絵になるサムネイル、いいですね。うん、サムネイルはこんなもんかな。あ、これ裏側も駅名表ありますね。あー、これも一面二線だった頃の面影伝えてますけど、あ、こういうのもいいか。なんかこういう感じのサムネイルもいいかも。どうしよう。迷うな。まあ、どれでもいいけどな。いやー、東武越生線ホームよく見えますよね。あー、この看板もなんか年季入ってますよね。裏側も書いてありますね。さすが一面二線の面影ですよね。いや、本当に八甲線変わったよな、マジで。まあ、そうだよな。今年3月から八甲線のこの越生駅も無人化されて、もう東武と八甲線の改札はもう別々になっちゃって、変わりましたよね。あ、ここは屋根があるんだ。あー、あ、可愛らしい待合室がある。すげえ。
こんな可愛らしい待ち合わせもできたんだ。ちょっと見てみるか。あ、これ八高線の時刻表なんですけど、あ、八高線、朝が1時間に2本で、昼間はみんな1時間に1本なんですね。特に駒川方面がみんな1時間に2本、意外と多いですよね。あ、これもいいですよね。可愛らしいな。ちょっと待ち合わせの中見てみるか。待合室なんか狭かったんですけど、自動券売機ここに設けられたんですね。いやー、八高線ほんと変わりましたよね。一面一線になっちゃったんだもん、ここ。いやー、気合110。このあと何時に来るかな、八高線な。どうしような。あ、この跨線橋を登っていくと、東武越生線ホームに行くことができるんですね。なるほど。駅舎からでもなんか歩行者移動できますよね。駅舎からでも行けますよね。てか改札入るとこの辺りすごい広々としてますよね。すごいな。それではですね、ちょっと尺の都合の関係で、ちょっとここで一旦カットして、次は跨線橋上がって向こう側の、あの新しくできた自由通路の出入り口にもちょっと行ってみたいと思います。ちょっと尺の都合でここで一旦カットしたいと思います。それでは。